神戸電鉄ありません。ありませんは、兵庫県神戸市兵庫区の港川駅から同市北区の有馬温泉駅までを結ぶ神戸電鉄の鉄道路線である。六甲山地を50パーミルの勾配で越えて、神戸と古くからの温泉地である、有馬温泉を結んでいる。各駅周辺には住宅地が広がり、神戸市中心部への通勤・通学路線となっている。 すずらん大駅から有馬線方面に入る列車の大半が三田線に直通する運転体系が取られていることから三田線とまとめて有馬、三田線と案内されることもあるすべての列車が起点の港側駅から神戸高速線に直通し新開地駅発着となっているほとんどの列車はすずらん大駅から青尾線、有馬口駅から三田線へ直通する 朝夕に、新海地駅有馬温泉駅間の列車がある以外、原則として有馬口駅有馬温泉駅間は、この区間折り返しとなる。このほか、新海地駅鈴蘭台駅、西鈴蘭台駅間の区間列車がある。ラッシュ時の一部列車を除き、全線でワンマン運転を行っている。 2017年3月25日以降の日中1時間あたりの運行本数は以下の通りである。朝夕ラッシュ時はスズランダイ北も通過運転を行う優等列車が設定され、それを補う形で普通列車が運転される。夕方ラッシュ時は15分サイクルを基本としたパターンとなっている。日中の運転本数は1時間に青線直通が2本。 と工術の西ズラン台駅が2本ありませんから、三田線直通が4本運転される。これに、新海地駅スズラン台駅、西ズラン台駅間の区間列車が時々加わる。有馬口駅で有馬温泉駅と連絡する。有馬口駅有馬温泉駅間は1時間に4本運転される。新海地駅スズラン台駅間は15分間隔に、 急行や準急などの優等列車と普通列車が交互に走るダイヤ構成となっている。スズラン大北は準急含め各駅に止まる列車が15分間隔で運転されるシンプルなダイヤ構成となっている。優等列車の変遷は激しく、沿線の開発度合いに応じて準急以外の各列車の停車駅はたびたび変更されている。ありません。三田線における 最速達種別であり、ニュータウン開発で増加した三田駅、岡城駅間の通勤客輸送に対応するため、朝のラッシュ時に、三田発新海地域のみ1日2本、土曜、休日は1本運行を折れている。三田線においては、唯一線内で通過駅のある種別であり、岡城駅を出ると北上急行との乗り換え駅である、谷上駅までノンストップとなり、谷上駅から、 新海地駅までの停車駅は急行と同じある。快速の上級種別であることから、英語ではスペシャルラピットエクスプレス直訳すると特別快速急行になると表記されている。種別名が特快速となったのは、かつて運転されていた特急と快速との間の位置づけであることから、青線系統のみの運転で、青駅新海地駅間で運転。 青線における最速達種別でもある。下りは夕ラッシュから夜間にかけて、上りは早朝に運転される。土休日は下りのみ運転。英語では他社と違いラピットエクスプレスと表記している。直訳すれば快速急行となるが、エクスプレスは優等種別であるという意味を込めたものであるため、快速という解釈で良い。なお快速新設当時、 他社となる神戸高速鉄道新海地駅ホームに、掲出されていた時刻表には、快速急行と補吸されていた。停車駅は、急行の停車駅から、小畑駅と境駅を除いたものである。かつては、この種別が急行として運転されていたが、現行の急行列車を追加設定した際に、快速へ解消された。その後1998年3月22日に、 急行に格下げされる形で廃止されていたが、2009年3月20日のダイヤ改正で11年ぶりに設定が復活した。なお、2007年3月30日までは、三田線方面への快速も設定されていた。これについては後述する。三田線三田駅新海地駅間は、朝夕のラッシュ時、青線は、朝のラッシュ時に、青発の片道のみが運転されている。 青線の急行は日中にも設定されていたが2017年3月25日のダイヤ改正で上りが急、下りが普通に変更され設定がなくなった。青線においては快速が廃止されていた間、最速達種別となっていた。1970年代のありま線、三田線系統の途中停車駅は、港川、鈴蘭台、大池、唐杵台、有馬口から、 各駅停車、青線系統は、港川、鈴蘭台、押しべ谷から、各駅停車であった。また当時は、有馬温泉発着の急行も設定されていた。なお、時刻表や、停車駅の案内などでは、青色が用いられているが、方向幕の表記では赤、六線系のみオレンジである。終日の運転で、鈴蘭台駅以北は、ありません。 青線とも各駅に停車する。日中は、上りは、青線方面からのみ、下りは、三田線方面行きのみ運転。15分間隔で運転している。2007年3月31日のダイヤ改正から2012年5月19日のダイヤ改正までは、日中の準急は普通列車に格下げされていた。三田駅新海地駅間と青駅、小野駅。 しじみ駅新海地駅間で終日運転される。ただし昼間の上り青線方面からの列車は、準急のみ。各駅に停車し、日中上りは、三田線方面からの列車のみ、毎時4本、下りは、青線方面からの列車のみ、毎時4本運転される。また、有馬口駅有馬温泉駅間や、車庫がある、すずらん駅を、始発や終着とした、区間運転がある。 2005年に営業休止となった菊水山駅営業時は鈴蘭大駅発着列車など一部を除き普通でも同駅を通過していたそのため神戸電鉄では同駅停車列車を各駅停車特別していた1988年4月に登場し当初は1日3往復設定されていた1995年11月の特快速登場とともに一部が 快速に置き換えられ、その2年余り後の1998年3月に廃止された。廃止前は途中、港川、鈴蘭台、北鈴蘭台、山の町、谷上、有馬口、岡城、道場南口、横山に停車していた。三田線三田駅岡城駅の各駅に停車し、有馬口駅を通過する上記の特快速に対して、いわゆる千鳥停車となっていたのは、 特快速が通勤、通学客輸送目的であるため、新海地駅三田駅間に、ラッシュ時のみ運行され、特快速とは違い上り、下りともに運行されていた。途中の停車駅は、港川、鈴蘭台、北鈴蘭台、山の町、谷上、有馬口三田間の各駅であった。急行より、停車駅が二駅、少なく、大池駅と、唐別台駅を通過、青線同様に、 急行より上位種別であった。2007年3月31日に行われたダイヤ改正で急行に変更されたことに伴い廃止された。沿線開発の進捗に合わせて従来の急行の停車駅に北ラン台、山の町を追加した形で1984年まで設定されていたが従来の急行の停車駅が輸送実情に合わなくなったため通勤急行に 統合する形で改めされ、その通勤急行を急行と、名称を変更した、現在の有馬線急行列車、青線の急行は、蒸気快速欄を参照のこと。統合前の停車駅は、港川、鈴蘭台、北鈴蘭台、山の町、大池、唐杉台、有馬口三田間の各駅であった、当時、谷神は通過。大晦日から元日にかけての終夜運転は、ありません。 三田線、青線の一部区間において2000年から2001年のみ行われた。その他の年には初日の出参拝臨時列車として元日の始発列車前に3から4時台から臨時列車が運転されているほか、大晦日の最終電車後に1往復程度の増発が行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。